千代桜右京は、東京都世田谷区出身で、九十部屋に所属していた、元大相撲力士。本名は、縦の卓。身長185センチメートル、体重147キログラム、血液型は、B 型。特異種は、左四つ、より。最高位は、東十両11枚目。全相撲から所要8場所で十両へ昇進する。 スピード出世から将来を職望されたが、軽椎に致命的な負傷を抱えたことで2年半の短い現役生活を終えた。立川第四小学校、立川第一中学校を経て、明徳義塾高校に、進学、2005年の世界ジュニア相撲選手権大会、無差別級で優勝、高校卒業後は、 日本体育大学体育学部武道学科に進学し、首相を務め大学日本一に導いた。子供の頃から憧れていたという元横綱、千代の富士の九十部屋に、大学卒業と時期を同じくして入門し、2010年3月場所で初土俵を踏んだ。当時ばっかの会と三段亀を往復していた、兄弟子の千代の国、千代嵐は、 千代桜の入門に発奮したとされ、事実、両力士は、千代桜の入門以降、好成績を続けて、翌2011年に関取昇進を果たした。千代桜本人も序の口、序二段、三段目を、それぞれ一場所で通過し、序二段と三段目では全勝優勝をした。 幕下4場所目の2011年7月場所において、西幕下2枚目で5勝2敗と勝ち越し、翌、9月場所で千代嵐と共に、新十両となった。ところが、幕下時代に逆転で星を拾う勝ち方が多かったこともあり、十両では思うように星が伸びず、9月場所では6勝9敗と3点の負け越し。11月場所は場所中に軽髄を損傷し、 9日目に、不先輩。翌10日目から休場した。その後も休場が続いていたが、2012年5月場所後の5月30日に、引退届を提出、受理された。師匠によれば、日常生活には、師匠がないくらいに回復したが、本人が土俵への復帰に不安を持ったためによる、引退であるという。なお、2012年7月場所の番付編成会議が、 行われた後の引退届提出であったため、7月場所の番付には名前が残された。上述の通り初土俵から新重量が早く、関取在位中に東発が大い長を言を祝える長さに到達しておらず、関取経験者ながら本場所の土俵で大い長を言うことなく引退した。同様の形で大い長を言わずに引退したケースは大和の依頼であった。 加えて前相撲を経験し重量に昇進した大卒力士であることを考えれば極めて異例と言える土俵生活であった。ありがとうございます。